ボートレース下関の SG 第20回チャレンジカップ2つ目の準優勝戦第10レース開始です。対戦メンバー1号艇井口義則、2号艇桐生純平、3号艇白井英二、4号艇岡崎康弘、5号艇山崎智也、6号艇辻栄造、以上6名です。第9レースの準優勝戦は山田浩二が SG 初優出を決めましたが、この第10レースの準優勝戦は全員が SG ウィーナーという豪華な顔ぶれ、経験豊富なメンバー集って1コース1号艇井口義則、今シリーズ予選道中から特別出ているという感じではないんですが、的確なさばき着取りを見せてこの手にした1号艇きっちり生かして優出目指したいところ。2コース2号艇桐生純平、おそらく一番燃えているのはこの人かもしれません。地元3号艇白井英二、3コース優勝戦には必ず乗りたいでしょう白井。そして4コース4号艇岡崎康弘、角5コース5号艇山崎智也に、大外6コース6号艇辻栄造、人気1号艇井口、そして地元3号艇白井は3コースという第10レース準優勝戦幕成3対3、緩やか追い風で1番2番3番4番5番6番スタートしていきました。1コース1号艇井口、ここもきっちり負けないスタートを言っております。スリット後は3コース3号艇白井ではありますが、差し構えか、そして2号艇の桐生、外は5号艇の山崎、あとは3、6、4というところですが、1号艇井口が悠々逃げて、2番手は2号艇の桐生が一歩優勢か、外は5号艇山崎、内から3号艇白井、後続は6番4番、スタートは前提正常でした。2番手争い3号艇白井が潜り込みを図ろうとする、2号艇桐生が包んでかわす、あとは5番6番が相次いで旋回ですが、2番手は2号艇桐生が振り切るか、2艇身のリード、3番手5号艇山崎、1、2、5、レースは2周目、2番手は2号艇桐生が2艇身からリードを取って、今度は僅差の3番手5号艇山崎、あるいは後方6番3番最後方水がえて4番です。3番手争いは5号艇の山崎優勢で、6番3番詰め寄ることはできず、1、2、5のまま1号艇井口トップです。5艇身くらいリードがあります。2番手2号艇桐生も後続5艇身くらい離して、3番手5号艇山崎、後続は3番6番最後方依然4番、2周2マーク1号艇井口がトップです。2番手は2号艇桐生、3番手が5号艇の山崎の1、2、5、1番2番5番1、2、5でレースは最終周回へと移ります。きっちり負けないスタートといっての押し切りは1号艇の井口、2番手2号艇桐生、3番手5号艇山崎、1、2、5、最終1マーク1号艇の井口がトップ、2番手2号艇桐生、3番手は5号艇山崎、上位3艇1、2、5、最後の向こう正面体勢固まったかという形ですが、3番手ちょっと5号艇山崎膨れた間、3号艇白井接近していくんですが、さあ3番手争い5号艇白井がじわりじわり詰めていく、3番手争いが最終ターンマークやや定間詰まっていますが、1番2番まずは丸、3番手5号艇山崎に対して3号艇白井の差しですが、どうか届くか、微妙なところも 1、2、5 のままか、1着1番井口ゴール、2着2番桐生ゴール、3着5番山崎ゴール、あとは3番6番ゴール、そしてラストで4番が今ゴール。